さあ、ということで今回は皆さんお待ちかねのドラゴンボール Z G マテリアベジットですね。こちらの開封レビューを行っていきたいと思います。本当にこの G マテリアシリーズね、導入店舗が少ない。で、導入店舗もね、入荷が遅い。夕方以降とかね、自分の地域はね。なのでちょっとね、遠出してね、撮ってきましたよ。それでは開封していきましょう。表重心になりますね。若干ね、上下にね動くから、重心はね上下変わると思います。基本的には表重心です。はい、こちらが台座支柱ベジットソード、右腕頭胴体ですね。 1,2,3,4,5,6 パーツ。じゃあ組んでいきましょう。はい、組んでいきました。めちゃめちゃかっけー、超かっけー。でも見た時にね、あ、バロックさんのこだわりここだろうなっていうのがね、素人ながらにね、ちょっと分かりました。まあ、全体的にはこういう感じですね。すっげーかっけーな、ベジットやべーな。まあこういう感じになりますね。いろんなところにねこだわりが詰まってますよ、これは。じゃあ細かく見ていきましょう。一回ね支柱から外します。で、こちらのベジットはね、原作シーンでも仏空術で浮いていたので、自立はしませんね。で、顔の前にまずこのベジットソード、これね脱着可能なんですよね。めっちゃいいでしょ。こう取り付け部とかないからさ、凹凸のね、素晴らしいよねこれ。ちゃんとねベジットソードなしでもねこうやって飾れるってことだからね。一旦ちょっとこれ外そうかな。ちなみにこのベジットソードね、いろんな言い方があるんですよね。ゲームとかさ、まあ、原作ではベジットソードだったり、まあ、いろいろあるんです。フラッシュソードアタック、スピリッツソード、ビームソードスラッシュ、スーパーベジットソード、ベジットソード、いろいろありますけど、今回はベジットソードでいきます。はい、まずは顔からいきましょう。これね、アニメと原作シーン見たんだけど、この表情にぴったる角度とかはね、パッと見た感じであんまり確認できなかったんだよね。なんかね、原作だとこの角度のね、コマはあったのよ。でね、この角度をこっちにした時が一番しっくりくるなと思った。もう一コマね、こんくらいの角度が確かにあったんだけど、多分この角度のをこっちにした設定なんじゃない、この造形。わかんない、予想だけどね。そういう予想が楽しいんじゃん。で、顔がまあ不敵ですね。強さの自信の表れですよ、この顔表情。で、肌の方、全体的に肌の方にはシャドウはおそらく入ってない。でもバロックさんな、ヒストリーボックスの少年悟空でな、うっすらシャドウ入れてきたからな、マジわからんわ。おそらく入ってないと思います。その代わり、このね、筋肉のね、このくぼみの深さとか凹凸のね、あとは顔の筋だよね、そこら辺が若干深くなっているから、自然なシャドウがね、表現できてるんじゃないかなって思う。そこら辺整形色感を払拭するためにね、あえてちょっとこれ深く彫り込まれてるんじゃないかなって思うね。まあとにかく顔はね、いい感じのベジットですよ。で、髪の毛の方もね、こうやって髪の毛もやっぱりね、ちょっと彫りが深いんですよね。まあ、他のね、月桂樹さん挙げるのもあれかもしれないけど、若干ね、中澤さんに近いかもしれないですね。この彫りの深さっていうのはね、まあ、いい感じですね、髪も。で、耳の方もね、しっかりこうやって細かく造形されていて、ポタラですね。細かく金属のね、色分けがされてますね。で、ごはんちゃんとね、まあ、ヒストリーボックスの少年悟空もそうだけど、子供のね、キャラになると、頬のね、ふっくら具合とか結構ね、こだわられてはいたらしいんだけど、今回ね、大人だからね、どうなんだろうね。でもやっぱりそういうね、普通では気づかないようなね、ところもこだわりがあるってことだからね。どうなんだろうね、ここのちょっとふっくらしているところも。やっぱ考えてんのかな。面白いよね、ほんと。だからジーマテはやめらんねえよ。で、体の方行きましょう。インナーのオレンジ色の道着は塗装されてますね、これは。個体差じゃなければ若干ね、なんだろうな、色のなんかムラなのかな、これは。若干なんかちょっと濃くなってる部分もあるけど、まあ色のムラかな、これは。でもいい感じになんか雰囲気出てますよ。で、この外側の青い道着、紺色かな、それは成形色なんだけど、やっぱりこのテクスチャー表現めっちゃ細かいっすよ。細かいシワとか、ほらほらほら、これですよ。成形色感をいい具合にね、払拭しているって。成形色の扱い方が上手ってことだよね。まあわかんないけどね、そういうつもりで入れてないかもしれないけど、こうやってね、ここまで細かくね、テクスチャー入ってればね、さすがにチープには見えませんよ。で、帯の方はね、ツヤがちょっと落ちているかな、これは。もうしっかりね、こうやって細かくね、シワの表現もできているしね、いいじゃないですか。
腕の方はこういう感じ、まあさっき話した通り筋肉のくぼみ凹凸部分が、うん、結構深いから自然なねこうやって、うん、シャドウがね形成されてますね。でグローブの部分ですね、グローブのこういう縫い目とかもね最大限細かく造形されているよ。でグローブの内側にね見えるこの骨格、指のね骨の部分とかも浮き出てるしね。でテクスチャーもしっかりこうやって表現されているんですよ。やっぱすごいねジーマテは。でベジットソードの右手ですね、いいねこの直線具合、ストレートにまっすぐ伸びている。ベジットソードはもうほんと直線まっすぐね、少しでもね歪んじゃダメなんですよ、曲がっちゃ。だからまず腕からね指先までがまっすぐ伸びてないといけませんよね。だからこそベジットソードがブーに向かって直線上にまっすぐ伸びていくわけですよ。その表現ですよこの造形、素晴らしいよね。目線がねもう合ってるんですよ、この角度でも全然ね目線合ってるんだけどね、このまっすぐよ、指先を手前まっすぐに向けた時のこの右目、完全にこっちを見ているよね。後ろから見た時のこの首のちょっとねかしげてる感じもたまんないよね。で下半身の方行きましょう、何度も言うけどテクスチャー表現が豊かで、シワの入り具合もすごく自然ですねこれは、やっぱりブーツにねこの道着を入れているから、ちょっとふっくらしててねシワもちょっと多くなっているよね。でブーツとかさこの細かい、うっすら細かいさこのシワの具合とちょっとね、大きいシワのね使い方とかもすごい絶妙だしさ、こっちもね、まあ、でもこの大きい方は傷になるのかな。でここのね足首の曲がる部分のねシワの入り方もものすごく忠実だしね、右足の方もね。でつま先のこのウォーカーの部分か、ここは塗装されてますね。で後ろから見るとこういう感じになりますね。あ、足の裏は色が違うんだね、足の裏までこうやってね細かくシワが入ってるんですよ。このベジットテクスチャー表現がものすごいね。しかもねテクスチャー表現がね細かく入っている部分は成型色が多い、だからこそテカテカ成型色感が本当に払拭されているわけですよ。本当に匠の造形力だよねこれは。でこちらのベジットが台座込み、まあ台座込みじゃないと自立しないので約23センチ、髪の毛のトップの部分ですね、約23センチになっております。でこのベジットソードを刺した時のこの鋭いストレート感たまんないよね、本当にまっすぐ伸びてるじゃん、これですよ、めっちゃかっけえ、ほんとかっけえな。これでなんか遠近感みたいのも出てるしね、まあ、細くなっていくからね、すごいよね。なんかものすごい遠近感感じない、ここにねちっちゃい魔人ブーがいてもねすんごい空気感感じんじゃん、たまんねえよなマジで、これすごいわこの遠近感、これはやばいわ。これ分かるっしょ、後ろから見るとベジットソードがさもう延々とまっすぐ伸びてるように見えんじゃん、これマジすごいよね、ほらこれ素晴らしいわ、こっちから見てもそうじゃん、至高だなこのジーマテ。いや12月最後やってくれたなバロックさん、たまらねえなこれ。スケール好きないよこんなの、造形も素晴らしいでしょ。懸念されているプライズ特有の成型色感っていうのをさ巧みなさ造形力でカバーされてるわけじゃん、何にもつけ入るところがない、ブラボーだこれ、ブラボー、ブラボー。で宙に浮いているからあれですけど、まあ一応比較としてね、まあ出陣ご飯と比べるとまあこういう感じですね、おおよそねこういう感じになります。ということで今回はドラゴンボール Z G マテリアスーパーベジットですね、こちらの開封レビューを行っていきました。ご視聴ありがとうございました。それではまた会いましょう、さよなら。